ここはですね、もう40年ぐらい前から両親が建てた家で、2階に暗室があります。写真を始めたっていうのは、もともと私はその写真家になりたくて始めたわけではなくって、何か時間がたくさんあってお金がないという、そういう時期に、たまたまここはちょっと家が広かったもんですから、友人の暗室道具の全てを実はここで預かってました。で、私は写真やってたわけではなかったんですけれども、一部屋空いていたので、そこに暗室の道具を入れて、で、何か時間がいっぱいあるから、じゃあこの辺を撮ってみようかな。何かこうね、不思議な空間なわけですよ、暗室っていうのは。もうトリップですよだからね、その昼間なのに暗くする、ね、なんか変でしょ。物を作るところであり、世界が浮かび上がってくるところであり、だから非常に、暗室でプリントしてるっていうことは世界と出会うしね、自分が非常にこうある種の身体的な快感とちょっと変なんだけど、それに近いなんか感じがありましたね。非常に性的な感じが暗室ってそうですね、ずっと写真をやる気がなくて、40歳になって、10年だって写真をねやり始めて、もうなんか個人的なものが全部写真化しちゃったんですね、私。でこれから先どうしようかって考えたら、40歳になった時に、40年間の時間というのは一体どこにあるだろう。なんか要するに私、時間をこう撮りたいっていうね、時間を写真に撮りたいっていう意識があって、で傷跡っていうのはその人の過去を全部表してるわけですから、なんか写真でもう一回古い写真を撮るような、そんなような気持ちで私はスカーズというシリーズを始めました。だから例えばその古い写真にすごくスカーズは近い。で古い写真を見るとみんなこうああだこうだって、ある種のなんか物語があって説明したり思い出したり記憶みたいなものが古い写真の中にはぎっしり詰まってるわけですね。でスカーズも全く古い写真に近いなと。傷跡があるってことは生き残ったっていうね、要するに生きてる証拠なわけですって傷っていうのは。で傷そのものはね、いろんもう今じゃなくて過去を表している形で、時間の形だ、人間がね生きて死ぬということも含めて、傷を持つってことは生きてる証拠なんですというふうに私は考えてるんで、だからその傷跡そのものを取ってるわけじゃないんですよ。傷を受けるその前みたいなものまでも私は興味があって、で言ってみれば生きていくってことは傷を受けるってことなんですよね。何か、写真ってそういう傷跡を取ることによって、また今をはっきり表すことができるんじゃないかなというふうにして、傷跡のシリーズは始まりましたね。でも基本的には目に見えない時間みたいなものが映るかもしれないというふうにして、写真撮っていますね。